はい、どうも不明だよです。今回ですけど、メーターですね、カーズのキャラクターのメーターのね、スキルベグを使ってみたという動画になります。こちらはピックアップガチャでラインナップされているんですけど、まあ常駐ツムなんで、まあピックアップガチャで狙っていくようなツムではないんですけれども、まあまあちょっと使っていこうかなと思っております。で、自分は今スキルベグの 80% なんで、まあまあ常駐ツムなんでね、まあそのうち、スキルマンになるかなという感じですね。で、ランダムショックでスキルベグだと23から26消去というところで、まあ基本もうスキル溜まったら、すぐ使うというね流れの、はい、スキルかな。そう、縦消去とかじゃないんで、特にあのツムが落ちてからとか狙わなくてもいいツムなんで、まあ扱いとしては簡単なんですけど、まあ消去数が少ないので、まあそんなに強くないかなというところですね。まあカーズのツムで、まあ一番好きなのは やっぱマックイーンでね、結構斬新なスキルなんですけどね、まあ自分はそれが好きなんですけど、あとラミレスだったかな、あれ、あいつもなんかなかなかコイン稼ぎで使えるツムらしいんですけどね、まあ、ちょっとメーターの方はあんま使えないかもしれないんですけど、まあちょっとね54使ってやっていきましょう。基本自分強いツムしか使わないんで、ね、ほぼ初見ですよこれ。あー、なんか感じがもう茶々猫みたいなスキルなんやこれ。ふうってな。で、これどうなんかな、茶々猫みたいにマイツム以外を消したりするんかな。あ、そうや、マイツム以外を消す感じやから、結構ねこのスキルゲージが溜まりやすいかもしれんね。逆にで、かつそのメーターが比較的多く残るので、まあ、毎月がいっぱい降ってくれればいいですけど、まあ、それでね、タイムボムが狙えるっていうところも、まあ、ちょっと強いかもしれないですね。まあ、ただっすね。言うて23から6消去なんで、そうでもないですけど。はい。おーい。まあこんな感じですね。こんな感じで、まあ、タイムボームを狙いつつっていう感じかな。いやー、でもね、やっぱそんな強くないよね、言うて。昼間になったら消去数が2、3アップするんかな。あと1回使いたいところ。 OK、 使えた。はい、という感じで、まあ3000コインの3,332,380万ぐらいかで、まあレベルのスコアボーナスで、まあ470万というところですね。まあまあまあそんな強くないんですけど、常駐ツムなんでね、まあ皆さんね、誰でも手に入るツムなんで、守ってる方はね、まあ、使ってみたいなと思ったらね、ぜひ使ってみてください。ということで今回はね、カーズのメーターのね、ツムを、使ってみた動画になりました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。